はい、えー、本日はですね、最強の読み方という本から学んだことを皆さんとシェアしたいと思います。はい、えー、土台となる知識。これがないと知識が積み上がっていかないということです。えー、まあ、簡単には基礎知識をまずは身につけておくことが大切だということですね。はい、まあ、基礎知識が大切というのはどのですね、いろんな本にも書かれていることですね。えー、またこの本にはですね、えーまあ 情報管理、まあ、例えば基礎知識を理解して、ですねまず世の中を理解するためには基礎知識が必要だと、そして世の中を知るためには、ですねこの理解できる記事とか、ですね時事ニュースですね、いろんな世の中のニュースを見ることが大切だということなども言われてますね。 えー、あとは具体的にですね、えー、この池上彰さんそして佐藤勝さんのおすすめの本とか映画ドラマそして、えー、ですねまあこの電子書籍とかですね、まあ、まあいろんなさまざまなこうおすすめする、まあ、またはこう情報管理アプリとかですねさまざまなことを具体的な情報がたくさん、うん、記載されていて、えー、すごくですね濃い。 本だなと感じました,、えーまあ、たくさん本を読んでいるとですねやはり、えー、こう分厚さ厚さは同じなんだけれども、えー、やっぱりこう学ぶことができる、えー、ことの多さというのは量はですね、えー、すごく違ってきますやはりですね、まあ、この本は他の本と比べてすごく学ぶことがたくさんあったなと感じました。はい えーまあ、そうですね、えー、情報収集、まあ、この本で一番良かったのは、このまあ、具体的なあおすすめの本とかドラマとか,をとかです、ね、新聞とかあです、ね、あとはニュースのサイトとかですね、えー、というのを具体的に記されていたこと、そしてです、ねまあ、情報収集の仕方ですね、具体的なさまざまな、えー、結構10通りぐらいの。 この情報収集のコツみたいなことをですね書かれてあるのですごくためになって、えーまあ、自分自身もですね、えーまあ、これらを行動しようと行動リストなどを作っているんですがあそれらはです、ね、もう他のく、えー、本と比べて、えー、全然量が違うほどでさまざまなことが学べたといった濃い本だったという強い印象が残っています。 はい、えー、でですね、えーまあ、最後に、えー、また、あ、もう一度言うんですけれどもこの土台となる知識これがないとさまざ、あ、まな他の知識がですね積み上がっていかないということを皆さんとシェアしました。